岸野宮家の次女、佳子さまは、5月25日から8日間の日程でギリシャを公式訪問されました。ギリシャ初の女性大統領、サケラロプル大統領を表敬訪問された佳子さま。今回の訪問は日本とギリシャの外交関係樹立125周年にあたってのもので、温かい歓迎を受けたことに感謝の言葉を述べられました。 過さ様は、大統領に天皇陛下からのメッセージを伝えられました。過さ様、天皇陛下からのお言葉でございます。くれぐれもよろしく、と大せでした。また125周年と文化観光年を契機に、ギリシャと日本との友好親善が深まることを願っておりますとのお言葉でございました。続いて首相府を訪ねられた過さ様。 イトタキス首相夫妻との面会では両国の伝統工芸品が話題になるなど、和やかに懇談されました。イリシャの文化大臣らと望まれた両国の外交関係樹立125周年の記念式典。佳子さまは、お言葉を述べられました。佳子さま、今回は限られた期間ではありますが、私も帰国の多くの素晴らしさのいっぱしに触れるとと,ともに、 ギリシャに暮らす方々とお会いできることを楽しみにしています。最後はギリシャ語で、エフハリスとポリ、ありがとうございました。と締めくくられると、会場は拍手に包まれました。今年は両国の文化観光年と定められていて、過去様はギリシャを象徴する観光地にも足を運ばれました。首都、アテネの世界遺産、アクロポリスにあるパルテノン神殿。 ギリシャ神話の女神、アテナを祀るため約2500年前に建設され、現在も修復作業が続けられています。青と白のギリシャ国旗を思わせる装いの過去様。高さ10メートルを超える柱を見上げながら、考古学の専門家の説明に耳を傾けられていました。アテネの街とエーゲ海を望むアクロポリスの高台では、 多くの遺跡が残る歴史ある街について質問しながら眺望を楽しまれました。テネ近郊のサラミナ島にはフェリーで向かい、ファネロメニ修道院を訪ねられました。島の伝統衣装を着た地元の女性たちがバラの花びらで歓迎のフラワーセレモニーを行い、カコ様は笑顔で赤絨毯の上を進まれました。17世紀に建てられたファネロメニ修道院。 壁画は、かつてろうそくのすすで黒く汚れていましたが、日本の協力で7年の歳月をかけ修復が行われました。過去様、ま、上に行くにつれてどんどん細かく丁寧に書き込まれているのですね。鮮やかな色彩を取り戻した壁画を見上げ、信者の方がどれほどお喜びになったかよくわかります。と述べられました。 視察後、地元のハーブティーとお菓子でおもてなしを受け、ギリシャ語を交えて修道院関係者との会話を楽しまれたということです。128年前、第1回近代オリンピックが行われたアテネ。加古様は会場となったパナシナイコスタジアムへ。敷地内にある博物館では、1964年、昭和39年、 に開催された東京五輪のポスターなどをご覧になりました。聖火の引き継ぎに使われる聖火皿については、開催国へと聖火の火を渡す前に、ここの一番上に火を灯す儀式が行われます。と説明を受け、ずっと長年使われているものですか。と質問されました。 カコ様は、2024年に開催されるパリ五輪の聖火の引き渡しにも使われたという気を興味深そうに覗き込まれていました。